それでは自己紹介お願いします。 My name is Avi Nadia from Israel, 50 years old. アビナディア50歳、イスラエルから来ましたと。ほうほう、この番組にもね、うん、アビさんというイスラエルの方いらっしゃるんですけれども、アビさんって名前多いんですかね。 So your name is Avi and we have a panelist that's name is Avi. Is Avi like a common name in Israel? Avi is most popular name in Israel, like Abraham. もうイスラエルで一番人気というか一番使われてる名前、まあ、タロウみたいな感じ。日本あんまりタロウいないですけれども、まあ、一番メジャーな名前ということですね。はい。そしてね、アビさんは格闘技のスペシャリストで、うん、イスラエル軍隊の実戦戦闘術をはじめ、さまざまな格闘技を習得してきました、うん、空手や剣道、六段、そしてブラジリアン柔術、うん、これジョン・マチャドですよ、マチャド、ね、ジョン・マチャドさんの、ね、はい、市販のでも、でも彼は違う、技術も持ってるんですよね。それどういう格闘技ですかね。 So what do you do? We teach kapap.Krav Panim El Panim, Kapap. 彼はですね、イスラエルでやってているカパップという格闘技をやっています。さあ、そのカパップ、どういう格闘技でしょう。 So could you tell us what is Kapap? Kapap is a martial art that teach for counter-terrorism unit, mostly in my unit for the unit that I was a trainer, and then also the founder of Kapap, Lieutenant Colonel Chaim Peer. So both of us teach Kapap, and today Kapap is actually...A martial arts study group around the world. これはすごいですよ。カウンターテロリズムユニットって言って、はい、まあイスラエル軍のエリートチームメンバーだけが習う護身術で、もう世界中のもうこう柔道、空手、はい、柔術やなどいろんなこう武術を全部取り入れた、ミックスして、まあイスラエルにとって最高の護身術だと言われています。で、国際的にカパップの普及活動を行っているアビさんは、うん、世界中の人たちにこのカパップの技術を指導しながら、うん、イスラエル軍の指導教官の育成にも力を入れています。なるほど。で、今日はカパップを日本に広めるための一環としてスタジオにやってきました、うん、ってことは見せていただけるってことですよね、武術をね、はい、さあ、それでは、実際によろしくお願いします。こちらにどうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。授業、じゃあお戻りください、あちらに。いかがでしたか。なるほどね。でも二人相手でもね。So even with two people, you can. I can disarm five guns. 五つの鉄砲があっても大丈夫ですと。へえ。だその人たちの力を利用してうまくね。So you're using their strength to counterattack. This is what we took from Aikido. I take the energy, but.For 格闘技、for real fight。まあ合気道の要素を酔いながら、もう戦闘術も両方やってますね。兼ね備えてる。はい、そうですね。なんかすごく難しそうに見えるんですけど、女性でもね、そういう危険な場面とかあると思うんですけど、なんかこれは女性でもできるんですかね。This is really hard, but can also women do this? Yes, we have a lot of women, and we have instructors women that teach it, and also in the army we have instructor women. そう、もちろんですよ。こう習うだけではなくて、こう指導官の方で、女性の方もたくさんいますと。いらっしゃるんです、ね。はい。関東さんも興味あったんじゃないですか。いやもうこれ見てすごいんですね。俺も習ってもう3人でも4人でもずっとやりたいんですけど。ただでさえ2人ぐらいはいけそうですからね。座れることはあんまりなさそうですよね。さらに強くなりそうです。すごい技術だと思う。さあ、今回のですね、滞在中にアビさん何かイベントとかってありますかね。So is there any event where we can see this?Yes, I will teach a seminar on March 6th at Toshima-en Eki,
And the seminar is open to everyone, women, men, and kids. 実はですね、3月6日、はい、こちらですね。今出てますね。豊島園駅近くの佐藤道場で、うん、このセミナーをやるので、もう男性、女性、子供も一緒に来て習うことができますので。なるほど、ね。行こう。もうぜひ。カンツさん、お子さん連れて。極真やってるから。うん、今 OK。受けお願いします。受けを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 カントさんにやってください。受けそうそうそう受けるがナイフ刺される方頑張ってください。さあ、アビさん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。